今回ご覧いただくこちらの映像は、ガシャリドラカード20アカあれば1アカは限定が引ける説を提唱している男が20アカ分ガチャを引いている様子である。ちなみに6月のガシャリドラカードは20アカで1体ムクロが出たので見事に説を立証したのである。もし今月も限定が出れば2ヶ月連続であり、この説は正しいと言っても過言ではないだろう。1アカ目、限定が出る緑と水のカードとテセウスが出るかもしれない闇のカードは引くようにしている。お分かりいただけただろうか。なんと1アカ目から限定のアンドロメダが出たのである。恐ろしいことにこれで20アカあれば限定1アカは出る説の立証完了である。2アカ目、ちなみに先月のガシャリドラカードもムクロが序盤の3アカ目に出ており、それ以降何も出ずに盛り下がっていくばかりだったのである。今月はそうならないことを切に願う。3アカ目、ガシャリドラカードで未所持が出なかった時の絶望感はすごいので、未所持なしだけはやめてくれと思って引いているのである。シマサコンは20アカで1体も持っていなかったので大変嬉しく思います。逆 T 字引きである。4アカ目、5アカ目、6アカ目、福島正則は新しめのキャラなので当たりである。危うく未所持なしになるところであった。7アカ目、工場で唯一欲しいキャラのテセウスが当たったのである。手が無意識に右下矢印を作っていたのである。8アカ目、さっきの結果に20アカで1体しか持ってない解体新書がいたが、欲しいキャラが当たっている時に限って別の欲しいキャラも一緒に当たって、どっちか諦めないといけないの、なぜなぜ。漢字の3引きである。9アカ目、10アカ目、11アカ目、限定が最初に当たりすぎてもう盛り下がっていくだけだとでも言うのだろうか。12アカ目、
ガシャリドラカードのおかげでシマサコンに体持ちになりました。13アカメ。14アカメ。漢字の米引き。15アカメ。ポコ引き。16アカメ。17アカメ。18アカメ。白蛇伝は20アカで初出なので超絶グレピー。これで持っていない工場キャラはアストルフォとアルビレオとプロキオンの3体である。19アカメ。7びっくりマーク引きである。ラスト20アカメ。7月のガシャリドラカードはアンドロメダが1体モーセが0体という結果であった。ついでにテセウスも1体。20アカあれば限定が1体は当たる説は今月も見事に立証され、2ヶ月連続で当てることができたので来月も1体当てて3ヶ月連続を目指したいと思う。だが逆に考えると20アカあっても限定は1体しか当たらないとでも言うのだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。